こんばんは、パンクでーす。今日はね、6月2日健康診断中等者スペシャル第2弾です。今回ね、訪れたのはね、板橋本町にあるおいしん坊です。ここにはね、メガカツカレーというね、ビッグバーンがね、あるそうなので、パンクちゃん訪れてみました。前からね、仕事でね、ここの近く何度も通ったんだけど、入ったことなかったのね。いつもね、満席でね、行列もできてたし、だからね、いつか入りたいなってね、思ってたお店なのよ。それなんでね、この間ね、ちょっとね、雨が降りかけてた時はね、お客さんいなかったからね、入ることができました。パンクがね、注文したのは、メガカツカレー1100円です。ここでね、最もね、量が多いメニューだそうです。カツ2枚に、コーンがちょこっと乗ってて、あとね、ご飯がね、2人前。カレーのルーももちろん2人前。これ、カロリー高さ、いや、大丈夫。だって、今回は、健康診断、上等じゃだからね。だから、お医者じゃダメよ。周りね、学校があるから、まあ、学生街特有のね、何でも持ってしまえ、みたいな、このノリ。パンクちゃん、好きだな。それでね、周りはね、タクシーの運転手とかね、あとね、トラックのうんちゃんとか、あと、ね、周辺住民で暮らしてるね、人たちとか、もういろんな人がね、食べに来てた。すごくね、人気なお店なのね。それでね、カレーの味はね、もう家庭の味。でね、とんかつにソースかかってて、よく家に出てくるとんかつ。なんか、いいね、食べやすい。普段ね、食べてるご飯をいっぱい盛ったみたいな感じで。でも、カツにまだちょっとね、多すぎ。店内はね、ガテン系の人とか、あと学生多いから、味がね、比較的ね、濃い。だけどね、このね、濃さがいいね。ワンク、ランチタイムに来ちゃったけどさ、ビール飲みたくなっちゃったよ。なんかね、もう晩酌でね、ビール飲みながら食べてるカレーという感じでね、本当にここのね、お店はね、一種にしてファンク系になっちゃったよ。ここね、メニューがね、異様にあるのよ。100種類近くあるんじゃない？だからね、ちょっと、埋もれてるね、なんじゃこれっていうね、メニューがね、いっぱいあるんじゃないかなってね、ちょっとファンク、メニュー表以外にも、店頭とか、あとね、店内に貼られてるやつもずっと見回したらね、したらね、なんか焼肉かなんかの、なんか、スペシャルなんとかみたいなやつがあったの。あれ、なんだろうと思って店員のね、おじちゃんに聞いたらね、あ、これはね、普通の焼肉定食あるじゃん。あれのね、2倍のやつがあるんだって。なんやてーってことでね、また時間がね、あった時にね、それをね、いるみたいと思います。ここなんかすごくいい。ワンクちゃんね、気に入っちゃった。それでね、ファンクがね、今狙ってるのは、ナスのね、生姜焼きっていうのがあるのよ。あんまりちょっとナスとプラスされた生姜焼きをファンク食べたことないから気になるんだけど、あとね、スペシャル焼きっていうのがあるのよ。野菜となんか豚肉と卵がね、乗ったやつなんだけども、これもね、絶対ね、訪れた時はね、食べたいと思う。でもね、ファンクを最もね、引きつけたのは、このボリューム焼き。なんか、肉とあんかけっぽいのと豆腐？これ、何？いや、すごく興味あるんだけども。お店のね、おじちゃんとね、あとおばちゃん見てね、これって何ですかって聞いたらね、あ、焼肉みたいなんですけど、ちょっと焼肉とは違って、そこにね、豆腐をプラスして、とてもね、独特な、ここのお店にしか出してないね、メニューらしいのよ。え、何それ。パンク、ドキンコ来ちゃったわよ。絶対さ、食
カビスにいられんとですよ。っていうことでね、2日後ね、またね、ここの近くで仕事だったんで、このボリューム焼きランチというのをね、パンクちゃん頼んでみました。出てきたね、ボリューム焼きっていうのはなんかすごく変わってて、あの豚肉と、あとね、豆腐と、その上にネギとキュウリをね、刻んだやつがね、なんか乗ってんのよ。で、匂いがね、まあ、焼肉の匂いもするんだけど、なんかちょっと独特でね、表現しづらいのよね。とても不思議な匂いがするのよ。普通にね、ご飯と味噌汁がついてきました。それでね、食べてみたのよ。したらね、まあ焼肉のタレじゃん、あるじゃん。あれをね、薄めたような感じなんだけども、やっぱりちょっとなんか違うのね。焼肉っていう感じじゃないんだけども、だとね、なんか出汁が効いてるっぽいのよ。とてもなんか不思議な味がする。で、豆腐がこのね、タレにやたらマッチしてんのよね。で、もちろんさ、豚肉にもマッチしてんだけど、このメニュー、やたらタレがね、うまい。豆腐はさ、水分吸ってるじゃん。それにさ、豚肉いっぱい入ってるから、確かにボリュームはあるのよ。お腹もすぐね、いっぱいになっちゃうけども。でもね、味がうまくてスイスイ入ってっちゃうのね。で、この味ね、いや本当に不思議な味なのよ。焼肉っぽいんだけども、今まで食べたことがないような、不思議なね、味がする。いや、これは一体何だろう。食べててもね、あまり表現がしづらい。だって実際に食べたことがないから。いや、これ、みんなにも勧めたいな。うまいけど、これ何ってみんな思うと思うよ。上にね、ネギとキュウリが添えられてるんだけど、これをね、また混ぜると、味がね、変わるのよ。それもすごくね、変わってるのよ。だって、普通さ、この手にね、キュウリ?と思ったんだけども、キュウリ入ってる理由は、合わせるとなんか味がちょっと変わる。なんか不思議。ファンク不思議なものにさ、今ちょっと探してて、いろいろね、ちょっとお金なくてね、まあ、余裕ができたらね、もうね、都内全域ね、探し求めようっていう企画を立ててるんだけども、今ちょこちょこいろいろね、まあ、有名どころとか回ってんのね。でもね、ここは、その中でもなんか、ピカイチ来ると思うよ。すごく変わってて美味しい。まだまだね、ファンクちゃんの知らないね、メニューがここにはね、いっぱいあるからね、またね、必ずね、訪れますので、皆さんそれまでね、待っててっちょです。それじゃあね、ここのね、味の感想は、ズビシ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 だったよ。いやー、未知とのね、味の遭遇は刺激的ですね。またね、ファンクちゃん必ず本当に訪れますんで、その時はまたお店の皆さんよろしくです。ミョウガ谷で喫煙スペースがあるんですが、そこでいつも休むファンクちゃんはとっても吸いづらい事件発生です。大規模なね、消防訓練やってた。放送でね、タバコのね、消し忘れで火災がね、今年何件ありましたかって発表とか、周辺でね、タバコ吸ってたね、サラリーマンやファンクね、非常に吸いづらかった。居づらい。居づらい。金曜日ね、今の禁煙スペースのね、近くにね、拓殖大学あるのよ。ここのね、カフェへ行ってみました。なんとね、ここのカフェのね、サンドイッチはね、めっちゃでかいんだって。でね、面白いんだけども、なんとね、ここのね、メニューはすべてムスリムティッシュ
をね扱ってるということで、ワンクちゃん楽しみです。最近ねイスラム教徒のね学生さんも増えたということでね、ちょっとあのカフェの方もねメニューをね変えたんだって。でこのねあのカツのねサンドイッチだけはねちょっとあの豚肉を使ってますけども、他にねカレーパンとかねドーナツとかいろいろあるんだけども、全てねあのイスラム教徒の人でも食べれるねなんかあの食材を使っているそうです。持ってみたんだけどかなり重い具がねすごく入ってんのよ、ずっしりてくるよ。実はね神戸ドーナツとかねクロワッサンサンドとかとパンケーキ、それにね唐揚げまだあるんだよ。あとカレーパンとか、あと本日のサンドイッチ、あとね本日のスイーツとか、でもね全て出てしまったのよ。ちなみにねちょっと最近いろいろ食べ過ぎたんで、今回はね砂糖とミルクは使わずにねアイスコーヒーを飲もうと思います。今ね映像でね映ってるのは麺でね具現化したガムシロとミルクです。実はね麺だからね糖分とかもね体にね入っていきません。ミルクも入りません。これは本当ね具現化したものなんで、見た目だけです。それでねいっぱい食べていきました。バリウミすごくサンドイッチでかいでね豚肉もね分厚くて、あとキャベツいっぱい入ってるしすごく美味しい。これで270円、お安いんでね、なんか得した気分。あとね周りね若くてね可愛いお姉ちゃんいっぱいいた。拓殖大学ってさ、可愛い人とか美人さん多いのね。なんかサンドイッチ食べててね、相乗効果で8割ね、また味が美味しく感じた。もうこれ自体美味しいんだけどね。やっぱりね、女性は癒しですね。見ててね、とても癒える。この日ね、拓殖大学で献血かなんかをやってたのね。それで、ちょっとね、予定してたよりもあまり集まんなかったらしくて、で、学生のね、お姉ちゃんね、3人ぐらいがね、ファンクとこ来て、すいません、献血やってみないですかってね、声かけてくれたのよ。ずるいわ。いやー、またね、この3人がね、すごく可愛くて、いや、本当に卑怯。それでね、仕事じゃなければね、行ってたんだけども、ちょっとね、この後ね、どうしてもね、現場にね、寄らなきゃいけない用事がありまして、それでね、後にしたんだけど、それがなければね、絶対ね、やってたと思う。だってさ、なんか今集まんなくて、みんなで協力してみませんかみたいなさ、すごく可愛い女の子がニコニコしながら近づいてきてさ、何拓殖大学には献血ガールがいるの？いや東大でさ前になんかランチ食べに行った時もさ、献血やってたのね。その時にさなんかボランティアかなんかで手伝ってる女の子2人いたのよ。それがねまたね絵に描いたようなね、もうアイドルみたいなすごく可愛い女の子がね、すいません、献血ちょっとね、思ったよりも集まらなくて、やっていただけないでしょうかって声ね、かけてきたのよ。あれも汚いわ。いや、もうね、明らかにね、そういうね、可愛い子をね、選んでね、そのね、献血ガールとしてね、ちょっとね、超えたね、おっさんとかにね、声をかね、ゴーってなんか言ってるようなね、いや、東大の時はね、ちょっとね、仕事ワイだったんでね、あ、じゃあ、はいって、ちょろい。でもね、無情ですよ。血を抜かれるじゃん。それで終わるじゃん。したらね、もうあまり話しかけてこない。いや、まあ、そういうもんですよね。ですよね。わかってるんだけど、でも、可愛い子にさ、言われたらさ、ねえ、そりゃね、血のね、1リットルや2リットルね、
や、まあそれはね、協力させていただきますよ。いやでもね、拓殖大学のね、この3人のが可愛かったなぁ。いや、中であの一人ね、ちょっとね、ぽっちゃりしててね、すごく可愛い。あれ、このカフェの感想は？可愛い。それではね、久しぶりに相談のね、あのメールが来ましたので、これからお読みしたいと思います。某黒キャット、あ、いや、なんともない、某〇〇の宅配業者で働いている大学生です。大きなオフィスビルで働いているので、パートのおばちゃんと一緒に組んで回ってます。今まで組んできたおばちゃん7人のうち5人はそういう関係になりました。おばちゃんといってもみんな主婦30代。そこで思ったんですが、結婚するのが怖いです。こうも簡単に関係を持てるなんて、結婚して奥さんができても簡単に浮気されるんじゃないかということです。女を信用できないです。遊んどいてずうずうしい考えですが、ファンクさんはどう思いますか？結婚してないそうなので、一緒の考えだと思いメールしました。相談よろしくお願いします。七子のゆういち。七子じゃないじゃん。ゆういちって名前じゃない。面白い。あのね、まあ、最初に、黒なんとかヤマトさん、黒なんとかっていう、宅配業者で働いてるの、宅急便ね、ファンクね、昔、20代の時に引っ越し屋さんやってたのよ。あと10代の後半の時もやってたかな。でね、まあ、おばちゃんを何人かね、来てたのよ、その引っ越し業者に。で、その時にね、まあ、20中盤とかね、30代前半のね、おばちゃんいたんだけども、結構いける。それね、なんて言ったらいいのかな。まあ、お互いさ、まあ、肉体労働でさ、一生懸命汗流しながら働くじゃない。で、さ、気心も知れるし、で、お互いね、まあ、タッグを組んでいろいろ話しながらやるじゃない。生きやすいね、環境ではあるね。ファンクもね、ごめんなさい、引っ越し業者やってた時にかなり行った。いや、何言ってんだこいつとかさ、ふざけんなよと思う人いるかもしれないじゃん。あのね、一緒にやってたね、引っ越し業者の仲間たちからね、お前はね、勇者だって言われた。え、どうしてって聞いたらね、よくぞあれ言ったって言われたもん。いや、意味がわかりません。ファンクね、ぽっちゃり好きなのね。で、みんなにね、いやー、お前はすごいってすごい言われた。どういうことですか、それ。それでね、いや、ファンクがなんで結婚してないかっていうとね、まあ釣りがね、ちょっとおばあちゃんとかね、まあ、その介護で、ね、ちょっとだいぶ苦労しまして、で、今自分が両親をね、介護してるでしょ。だから同じね、境遇に合わせたくないかなっていう、まあ、その辛い思いをずっと見てきて、ファンも手伝ってきたんだけども、でもさ、実際さ、一緒に暮らして、そういうのをさ、毎日ね、仕事もしながらさ、大変だったらよく知ってるから、で、向こうがね、まあ、それでもとはいう話とかあったとしても、ファンクはね、いや、でもちょっと今はって絶対断ると思うな。まあちょっとね、相談者さんの内容とはちょっと違うけども。でね、まあ、その、バイト先でさ、ちょめったさ、まあ、主婦の人たちは主婦の人たちだと思う。あなたがね、好きになって、でね、もう気心も知れて、その人以外ね、もうどうしてもね、嫌だっていうぐらいね、素敵な人が現れた時に、その人をね、信じられて、それだったら大丈夫だと思う。
好きだったらね、もう何でも信じてしまうし、向こうもね、葵のこと好きなんだっていうの伝わるじゃない。その気持ちがね、長く続けば全然大丈夫。たまたまね、ちょっと働きに来てた周囲の人がそうだっただけだと思うよ。女性がね、すべてね、そういう人だとはね、パンクは思わない。だってさ、街歩いてるさ、女性すべてがさ、ヤビッチだったとするじゃん。元モームスのさ、ヤビッチ、そしたらファンが行きまくってるよ。みんなもそうでしょ。そんなのいないよ。たまたまね。だってね、肉体労働で疲れるじゃない、成功で、まあ、お互いさ、協力し合わないとさ、やっていけないじゃない。そうすればさ、気心知れるしさ、かなり接近するじゃない。それはいけるよ。だってさ、ファンクもだって昔よく言ったし、ファンクの仲間とかもみんなそうだもん。で、ファンクの友達でちょっと今ね、ちょっと疎遠になっちゃったやついるんだけど、そいつが昔佐賀働いてたのね。いや、もうすごいって言ってたもん。いや、そんなもんですよ。だってさ、与えてる男もさ、男性ホルモンも、もうギンギンに放出するじゃない。で、もうたまんねえわ、ちょっと、これ、生きてえわってなるでしょ。で、そういうのって女性に伝わるしさ。で、女性の方がさ、あ、この人ダメだと思うんだったらもう、ね、離れるけども、いいと思うんだったらね、それはね、簡単にドッキングですよ。環境だけって、環境だと思うよ。もっとね、素敵な人が現れると思うんで、それまでね、待ってみたらどうかしら。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。中御徒町のところにてこねハンバーグで有名なね、鉄というお店があるのね。ここね、仲のいい上司がね、一緒にこの近くで仕事あったからさ、あそこ行かないって言ってね、今まで8回行ってね、8回ね、全てお店ね、閉まっちゃってたのよ。なんとね、ここハンバーグね、限定50個までしかね、提供してないということで、でね、この間ね、ついにね、9回目訪れて入店することができました。で、上司がね、ごちってやるからいっぱい食えって言うからね、まあ、入ってね、食べようとしたら、このプラス3つは何？これ、何ですか？いや、だってお前お腹空いてるって言うからさ、頼んどいてやってよって、え、どういうことこれ？ということでね、強引に始まった。6月2日、健康診断上等値第3弾です。